こんにちは。第49回神戸祭りが今日開幕し、港の繁栄と安全を祈願する港の行事が行われました。神戸祭りのオープニングイベント、港の行事祈願祭では、参列者およそ150人が見守る中、雅楽の演奏に合わせた舞や玉串が奉納されました。行事の締めくくりには、神戸港繁栄の鐘が鳴らされ、初夏の港町を華やかに彩る神戸祭りの開幕を告げました。令和元年、新しい時代の神戸祭りですから、やっぱり今までの神戸の長い歴史を受け継ぎながら、新しい時代をみんなでことほぐ、そんな祭りになるのではないかなと。今年の神戸祭りは今日から3日間で、最終日には三宮のフラワーロードなどでメインフェスティバルが開かれます。